オリオンザドラフト。これですね、オリオンドラフトビールが新しくリニューアルしたようです。ホテル、那覇シティ、スマイルホテル、那覇シティリゾート、泊まってます。で、ビール部屋でですね、飲むのに、いつもはオリオンザプレミアムですけれども、リニューアルしたということで、これですね、飲んでみます。沖縄で生まれたビールだからこそ、沖縄の美味しさを形に、今日もうちで楽しい時間を、オリオンザドラフト。ですね、5% アルコールで、麦芽、外国製造、ホップ、大麦、米、コーン、スターチっていう感じですね。はい、こんな感じ。沖縄県産、大麦使用、やんばるの水仕込み。はい、ちょっとこれキンキンにですね、冷えたら飲みたかったんですけども、ファミリーマートで買って冷蔵庫ですね、まだ冷えてない状態で入れて、少し一番最強に冷やして 1,2 時間ぐらい冷やしたので、ちょっとは冷えて、冷えが戻ってるかもしれませんけれども、まあぼちぼち冷えてるなって感じですね。明日になったら多分ここの冷蔵庫がっちり冷えそうなので楽しみにしてます。今日はホテルの製氷機あったので氷持ってきてます。ですのでこちらのですね、氷入れて冷やして飲もうと思います。このオリオンビールですけれども、前回のよりですね、こう後味のところで、この米、コーン、スターチ使ってるの独特のですね、なんて言うんですかね、歯切れの悪さっていうか、個人的にはそういう感じするんですけど、独特のスッキリ感みたいな、そういうのあると思うんですけども、これもまああるとは思うんですけども、少しですね、前のよりもこう香りが豊かになったっていうか、フルーティーっていうか、少し酸味のあるっていうかですね、スッキリした感じ、そういう感じのスッキリ感で、こっちの方はですね、なんか美味しいように感じますね。うん。リニューアルして、こう、ニューになった方が美味しい感じがします。うん。うん。こう、若干やっぱりなんか、酸味があるような感じの、このスッキリ感。これが、前のより美味しいなって感じするので、より、美味しくなったんじゃないでしょうか。うん。前のやつよりも個人的にはこっちの方がいいですね。うん。なんとなくこっちの方が美味しい感じします。味がですね、オリオンザドルフトよりもそれほど濃くないので、いつもオリオンザ、あ、違う、プレミアム、オリオンザプレミアムの方ばっかり飲んでたんですけども、まあたまにこれを飲んでみまして、はい。久々にこう沖縄の雰囲気で楽しみました。ホテルの近く、だいたい徒歩で7分ほどのところだと思ったんですけれども、マックスバリューがありまして、24時間営業で便利でした。で、そちら行った時にビールとかですね、購入しましたし、こちらの黒酢入り酢豚、これがビールのおつまみにちょうど良さそうで美味しそうだったので購入してみました。こんな感じで味も良くて美味しかったです。ビールのおつまみにぴったりでした。